学部3年生の今中彩乃です。20歳です。と近代の選手に取材に行ってインタビューしてそれを記事にします。でこういうパソコンのソフトを使って編集して新聞に仕上げます。活動日数は土日が基本的には試合の取材があるので土日と、あとは毎週月曜日に会議があります。と年に5回新聞を作るのでそれの制作期間が2週間から3週間活動しています。最初は友達に誘われてちょっと面白そうやなって思って入ったのがきっかけです。最初はスポーツとか興味なくて入ったのであんまりよくわからんことも多かったんですけど、でも先輩に教えてもらいながらいろんな取材とか行ってこういろんな選手と話せるのがすごい楽しいなっていうふうに今は感じてて、でそういうパソコンのソフトとかもこういろいろこう触れるようになるのがすごいやりがいを感じています。キンスポに入ったらこう日本中のいろんなとこに取材に行けるし、こうキンスポに入らんとできひん経験もいっぱいできるので、こうぜひキンスポにスポーツに興味ある人もない人もぜひ入ってください。